さあ、今日もやってまいりましたのんのんドスピタル。お相手はのすけとディノンチザワイズ。よろしくお願いします。あのさ、今日さ、はい、あのさ、はい、どうするみんなだったらっていう話なんですけど、おね、いや、ほんとちょっとどうするって話なんですけど、あ、この間とあるバーに行ったんですよ。はい。で、ですね、まあオーセンティックバーですね、暗めで、はい、で、カウンターがバーとバーですから、はい、で、なんか、なんていうんですか、ダイニングっていうんですか、テーブル席もある、んー、なんかフロアに、どっち使ってもいいですね。うん、で、その客ゼロの状態で行ったんですけど、はいはい、あのテーブル席側に座ったんですよ。はい。まあ一人じゃなかったんで、はい。はい、どうして今ちょっと笑ったの？ご注文は、はいはい、笑った俺。ご注文は、はい。いや、まあ、ご注文はって言ってないっす。なんなら、言ってないっす。向こう言ってないっす。いらっしゃいませ。はいはい。いいっすか、うん、?2 名なんですけど。はいはい。どうぞ。はい。で、表には、喫煙 OK 点ありますよね。OK の。まあよかった。まあ、偶然なんですけど、あ、よかったな。タバコも吸えるんですね。うるさい、ごめんなさい。はい、で、あのテーブル席座ったんですよ。だからもう、ご注文はもう何もないですけど、まあ、こっちが言いますよね。はい、みたいな。はい、ビールと、ラフロイグ、ソーダ割りで。はい、え？カウンター、うんうん。カウンターの奥から。うん。これ聞きに来ないんだと、まず思って。テーブルまで。へぇー。おぉ、すごくない？あ、でも、まあ、そういうスタイルかな。うんうんうん、なんか。うん、聞こえないですけど、みたいな、うんうん。あ、だから、ビールと、うん、ラフロイグソーダ割りで、うんうんうん、ちょっと大きめで。うんうん、でも、うん、静かな店内で、うん、こっちセンス悪い、うん。返事もないし。うん、でも、まあ、聞いたんだろうなと思って。うん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 、あ、また出てきて、うん、まあ、聞いてたんだね。うん、うん。うん。でも、いいや、あんまイライラするのよくないな。うんうんうん、2杯目も。うん、すいません、うん、おかわりと、え、うん、もう全然一歩も動かないですよ、カウンターから。へぇ、うん、でもいいと、うん。で、時は流れ、うん。いろんな客も入ってきたんですよ。うん、で、僕の、俺の座ってるテーブル席の横に、うん、なんだろうな、物を置きましょうみたいなテーブル。台があって、はい、そこにお気に入りのライダースと、はあ、お気に入りのマフラーと、はあ、いただいたクリスマスプレゼントを、はあ、置いて、はあ、で楽しく飲んでた。え、サンタさんね。サンタさん来たんですよ、今年。はい、やらしい、やらしいサンタが来ました。はい、あら、まあ、で、隣のテーブルに、はい、会社員の4人ぐらいが来られたんで、はいはい、あ、来たなと思って、まあいいんですけど。はい、たらですね、そもそもそこの台みたいなところに僕が入店した時にメニューが置いてあったんですよ。うんうんうん、で、そこのメニューを取って僕は、うん、テーブルでメニューを見て注文してたんですね。うんうん、で、そのままメニューは僕の前に置いてるんですよ。はいはいはい、だからメニュー置きにしてたんだろうね、彼は。うんうんうん、で、そこに俺は荷物置いてたんです、うんうん、でも台です、ね、うんうん。で、他の客が来たんで、うん、さすがに出てきたんですね、こっち側まで。いらっしゃいと。で、注文をこう、耳元で、聞こうとしてるときに、うん、あ、メニューってなって、うん、俺の、その、お気に入りのライダースと、うん、お気に入りのバッグと、うん、お気に入りのマフラーと、うん、サンタさんからいただいたクリスマスプレゼント、うん、その下にメニューあんだけどな、みたいな感じで、ブワッ！何も言わずに荷物を、バン、うん、しかもメニューはないんですよ、僕見てますから。うん、あ、ここね、ここねえのか、メニューって一言言ったんですよ。うんうんうん。おいと。うんうんうん。もうマフラー落ちて、地べたね。うん、うん、うん。だ、隣の会社員、会社員の方が、あ、マフラー落ちましたよ。あ、すいませんね、と。こっからですよね。さあ。チャージ600円ぐらいの店です。さあ、どうしましょう。あ、どうしたらいいんですかね。え、僕なら怒ります。シチュエーションが長かったです、ね、怒りますよ。だけどもう、うん、今日すごい楽しい、うん、あのもうこのまま楽しいまま終わりたい、うん、その方が
何も言わない方がいいんでしょうね、うんうん、まあ私はそういうのはもう言って生きてまっすぐね、まっすぐ、最近はまあ5回に1回ぐらいに抑えてるかな、うんうん、じゃあそれの楽しかったな、5回の1回に、うん、そうですね、もう、うんうん、あと30分でさよならぐらいだったんで、そのシチュエーションが、うんうんうん、ねえと思って、こっから、粘着的になるんで、僕も、うん、1時間も2時間も、うん、おいこらって話をしたかてと、うん、で、まあ多分最後も気分あるでしょ、多分、うん、しっくりやった、うんうん、それは我慢した、あ、もちろん、ああ、もうその場で、もうもうお会計、お会計、そのためのこのラジオだからね、お会計、うん、それ、うん、言いたかった、でもそうそう、だからそういうのをそこで抑えてここで言うラジオ、そう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 、それで荷物で言っていいことはないもんね、人の荷物勝手に触るのがもうアウトだし、うん、トだ落ちたし、あーすごい、でも俺その場でバッと立って、うん、で連れはトイレ行ったんで、うん、トイレ行ってたんで、うん、もうトイレ行ってる間の出来事なんですよ。だから、連れの前で格好つけたいパターンでもないんですよ、もう。男って大体そうじゃないですか。それでもない。そう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 。でも、うん。そうそうそう。連れはトイレ行ってるから知らない出来事なんですよ。ね。そっか。あ、もうお会計と。お会計済まして。で、カード使えるって言ったら。手数料かかりますよ。え？ちょっとな。あ？それどういう、で俺この世の話、俺よくわかんない、この世の話、僕よくわかんないから、手数料かからないことってあんのって言ったわけですよ。だからプラスでしょってことだよね。なんですか、そういう店あるんですか。プラスだからその分は上乗せしますよじゃないで、普通の手数料じゃなくて、うん、お店側がちょっといただきますよってことですよね、うん、そうだよね、うん、きっと、うんうん、でしょうね、うんうん、きっとそうだね、うん、だ親切だ。そいつだって一言も喋んない。じゃもう一個いく。何やって喫煙 OK ってなってるから俺も、あ、灰皿もらえる、そ、ね、灰皿もらえるって最初に、灰皿もらえますか、あれ、え、もらえるなんて名前聞く、あ、灰皿いただけますかって言ったら、どんなタバコ吸います、おー、いいじゃん。おもろい、おもろい。いいじゃん。いや、普通のって言ったんですよ。いや、電子タバコと紙タバコ、あ、紙タバコ普通も、あ、そうじゃなくて、うん、最近結構匂いのきついのとかするお客さんいらっしゃるんで、へえ、いや、ちょっと匂いきついかどうかわかんないけど、うん、これ吸うってこう、うん、見せたの、うん、もう返事ないですよ、そういう人も、怖いんで、それでも人、あ、でも一元さんが多い店なんだぽい感じ。あと今あの場所的にね、飲食店、うん、時短営業されたりされなかったりしてるんで、うん、のされ、うん、ね、空いてるとこに人が行く現象起きてるんで、うんうん、あ、はい、あ、じゃあ要請に従ってない店なの。そうそうです。ダメな店だね、そんな。ダメな店だよ。命を何だと思うんだよ。っていう話でした。それは踏んだわ。まあちょっと踏んじゃいました、ね、まあでもいい店ってなんて2店舗だから、まあしょうがない、うん、じゃあしょうがないかも、まあ、久しぶりに、でも、まあやだね、久しぶりに、ね、久しぶりに、うん、クリスマスにそれじゃあね、そうサンタを疑っちゃうよね。そう、まあ来てくれたけどね、うん、俺の元にはね。それではまた、さようなら。